事実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回ご紹介するのは、足らぬ足らぬは工夫が足らぬ狂気の戦時中スローガンだぜ。隣組の動画でも登場した戦時中のスローガン。有名なのが贅沢は敵だや。足らぬ足らぬは工夫が足らぬなど、有名なものがあるが、その他にも大量のスローガンがあったんだぜ。挙国一致で戦争に注力させるため、あらゆる場面で国の都合のいい宣伝がされた。戦時体制になるのは仕方ないが、そのスローガンは現代から見れば、狂気としか言いようがなかったんだぜ。戦時中のスローガンって強烈だわね。足らぬ足らぬは工夫が足らぬって、ろくな物資も人もないのに、努力しない国民が全て悪いように言ってて、釈然としないんだよね。他にもそんないっぱいあるのは知らなかったわ。めちゃくちゃあったぜ。その中でもいくつかピックアップして紹介し、どれほど狂気に満ちた時代だったかを、一部だけでも体感してほしいんだぜ。さらに、この戦時中の狂気のスローガンが、実は現代社会にも潜んでいることを、改めて感じてほしいぜ。あんなめちゃくちゃなスローガンが、現代にも存在してるのか？過去も現代も両方気になるんだわ。マリサ、今日も解説お願いするんだわ。よっしゃ任せろ。ほんじゃ霊夢、いつもの頼む。この動画はゆっくりプーチャンネルの提供でお送りします。さて、足らぬ足らぬは工夫が足らぬ狂気の戦時中スローガン。まずは実際に掲載されていた、当時のスローガンたちを見ていこう。80年前、戦時中の日本人たちが、毎日のように目にし、聞かされていたものだぜ。しかも、守らない者は非国民として叩かれるぜ。今回は当時のスローガンを、滅私奉公タイプ、意識高い系タイプ、叱咤激励タイプ、尻滅裂タイプ、の4つに分けて解説していくぜ。最初の3種類はブラック企業みたいだわね。最後のが気になる。まずは滅私奉公タイプのスローガンだぜ。黙って働き笑って納税。こんな冗談みたいなことが当たり前だった。お国のためなら喜んで働き、喜んで納税するのが日本人でしょ？と言わんばかりのスローガン。今から思えばいい加減な戦争をしてた軍部に、誰が滅私奉公するんだという笑えない話だぜ。遺産で出征進んで納税。これも似たようなスローガンだな。命を差し出す出征も、お金を差し出す納税も、喜んでするのが当然でしょ？というブラック思考。本当に異常だぜ。同様に国のためなら愛人も金もがある。こちらも命も金も喜んで出せ。という圧力が含まれてるな。立派な戦士と笑顔の老母。これを国が言うんだからすごい。自分の子供が死んで喜ぶ親などいない。だが国に忠を尽くしたのだから喜べと。国民感情を無視したとんでもないことを敷いたぜ。笑顔で受け取る召集令状。召集されて戦地に行けば、次の瞬間に大怪我するか、死ぬかもしれない。そんな地獄に誰が喜んでいくだろうか。召集令状は地獄への片道切符だぜ。国が第一、私は第二。今ではありえないが、戦時中は国民一人の権利や命など、国からすればどう扱ってもいいんだぜ。ぶっちゃけ第二どころか、ランキング外扱いだぜ。ちなみにこんなスローガンを出してた軍部では、東条英機や牟田口廉なりは自身の失敗を部下に押し付け、自己保身に躍起になったぜ。自分は第二じゃなかったのか？滅私奉公タイプのスローガンは異常だぜ。うわぁ。本当にとんでもないスローガンだらけね。これらを現代で言えば袋叩きだけど、当時はこれが絶対的な正義として、守らない人は非国民だったわけだよね。日本の同調圧力って本当に恐ろしい。喜んで納税や喜んで戦死しろとか、普通に考えれば無茶苦茶なこと言ってるもの。お次は意識高い系タイプだぜ。権利は捨てても義務は捨てるな。まるで現代のブラック企業だな。本来、国と民はギブアンドテイク。お互いが支え合わないと成立しない。権利と義務は表裏一体だぜ。自分勝手とはまさにこのことだな。贅沢は敵だ。有名な戦時中スローガンだぜ。贅沢を禁止したことで国内製造業の多くが倒産。大量の失業者が溢れた。これでどうやって納税しろと言うんだ。足らぬ足らぬは工夫が足らぬ。こちらも有名なスローガンだな。軍部の無計画な戦争で資源が早々に枯渇したのに、国民に責任を押し付けるスタイル。今のブラック企業でもよくある。
無能な経営陣の責任転嫁だな。買いだめは米英の手先。こちらもさっきと同じで、国民は利益のために買いだめたのではなく、物資が不足したから買いだめたんだぜ。まともな調達をしてから言ってくれ。分ける配給不平を言うな。またまた同じようなスローガンだな。国民の衣食住の確保すらできない政府が、自分の失敗を国民に押し付けるのは NG だぜ。守る軍旗は祭祀も他人。軍旗を守るためなら祭祀すらも疑えってことだぜ。挙国一致で米英に勝つと言っておきながら、家族すらスパイと疑えとは、隣組しかり、監視社会を象徴する言葉だな。迷信は一等国の恥さらし。これを発表した政府の気持ちが知りたいぜ。あれだけ大本営発表で大嘘だらけで、挙句、自分の嘘で自滅するようなありさまで、このスローガンに対する気持ちをお聞きしたいぜ。意識高い系タイプのスローガンは以上だぜ。隣組や大本営発表、本土決戦の動画で見たけど、日本の軍部は本当に甘い見通しで戦争し、グダグダで連戦連敗、資源は枯渇するばかりで、大失敗してたのに、常に自分たちは正しくて国民が愚かという姿勢。自制しない人は必ず失敗するもんね。でもこんなスローガンがもてはやされたって、本当に信じられないわ。お次は叱咤激励タイプだぜ。まあ叱咤はするが激励はしてないんだがな。男のミサオだ買えるな職場。国民に働き続けてもらい納税させるためだぜ。当時は働いていないと配給を受けられない。言うことを聞かない子はお仕置きだぜ。無職はお国の寄生虫。無敵日本に無職をなくせ。働かぬ手に箸持つな。働かざる者食うべからず系だな。これは現代の5チャンネルでもよく聞くな。ニートしてないで働けというが、輸出入をストップさせ、国内産業を破壊しておいて、無職は寄生虫ってひどくないか？そんな軍幹部は税金を、無謀無策な作戦で湯水のように使っていた。どっちが寄生虫だよ。玉子の職場に不祥は不中。当時、男性は大半が兵隊で取られ労働力が不足。一方、軍需品の需要は激増しており、工員は過労死寸前まで働かされ文句も言えなかった。そういうこともあり、工場で怪我する人が多かったぜ。それに対し、安全な場所なのに怪我でダウンなど、戦地の兵隊に申し訳ないと思えということだ。無茶な動員令で人手不足にさせておいて、慰労の言葉もないとかなかなかひどいぜ。本当に文句ばっかりって感じだわね。みんな一生懸命やってるんだから、もうちょっと優しくしてもいいのに。軍部のせいで国内が混乱し、国民が逼迫したのに、なんでこんな上から怒られなきゃいけないんだ。やかましいわ。最後は尻滅裂タイプだぜ。深夜のテンションで作って、そのまま発表しちゃったのかなと思うほど、素晴らしいスローガンだぜ。2たす2は80。時の首相陸軍大臣だった東条英機のお言葉だぜ。毎日いろいろ工夫して困難に立ち向かえば、今日は2たす2は5、明日は2たす2は7、そして2たす2は80にもできる。これが生産増強の鍵だ、だそうだぜ。どうやら東条閣下は算数が苦手のようだぜ。どれだけ根性論を振りかざしても、結局ないものはない。どうやっても2たす2は4なんだぜ。アメリカ軍はそういった点を合理的に考え、現状を正確に分析し、最適解でもって当たった。算数が得意な方が戦争では勝つんだぜ。米機を一匹も生かすな。ストレートだぜ。もはや筆者の気持ちを書いてる。まあ世間受けはいいから採用されたんだろうな。それなら日本兵を一人でも帰還させようと、自分を大切にする気持ちを持って欲しかったぜ。アメリカ人をぶち殺せ。もはや知性のかけらもないひどさ。身も蓋もない驚きのスローガンだぜ。まさかこんな落書きみたいなスローガンが、本当にあったのかと疑いたくもなるが、これは婦人雑誌主婦の友昭和19年12月号に掲載されたんだぜ。過激な出版物ではなく、婦人雑誌という平和な雑誌に載っていた。どれだけ戦争に対する意識情勢が、隅々まで行き渡っていたかがわかるぜ。マジで尻滅裂だったわ。東条閣下は足し算もできないし、知性のかけらもない落書きレベルまで、こんなスローガンが称えられていた当時の空気って、本当にどんなだったんだろうか。今じゃ全く想像すらできないわ。いや、実はほぼ同じような空気が、現代社会にもあるんだぜ。それがブラック企業だぜ。無能な経営陣はやたらと自信満々。
手柄は自分たちのおかげで。失敗は全て社員の責任。社内には不穏な空気が漂い、謎のルールやスローガンが溢れている。まさに戦時中の空気感だぜ。いくつか例を挙げてみると、もっと感謝して毎日の仕事を頑張らなくちゃ。人員、設備、予算がないと不満ばかり言わず、どうすればできるか知恵を出すのが社員の仕事。会社、給料、設備はあって当たり前じゃない。感謝して仕事しよう。使用時間は出社時間ではなく仕事を始める時間。感謝して営業しろ、創業期に比べたら恵まれてる。仕事で大切なのはやる気、元気、根気、勇気、本気。会社や人のせいにするのはやめよう。成長しないよ。などなど。上げ始めたらキリがないくらいだぜ。これら現代のブラック企業のスローガンも、戦時中と同じく、具体性がないくせに多罰的で。会社や役員は全く反省しない姿勢だぜ。不思議なことにブラック企業内では、こんな常識外れなルールや言葉ですら、正しいと思い込んで他人にも強制する社員がいる。上が言ってるんだから正しい、なぜ守らないんだと、一緒になって理不尽を要求する。80年経っても本質的な部分は、あまり変わっていないことを思い知らされるぜ。確かにブラック企業の中って、戦時中のスローガンのようなノリだわね。性質的にこういった状況に陥りやすいってことは、現代日本でも戦時中の狂気が、再来する可能性もあるってことかな。それは実際にそうなってみないとわからないがな。過去から学び、それを生かすも殺すも、現代の我々次第だぜ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。チャンネル概要欄に Twitter リンクもあるのでフォローお願いします。本社。バイバイ。